はずっと仕事中にあなたに振ることをしなかったんですよ。何をですか？僕のこの一覧のチャンネルありますね、はい、動画のネタがないというこの動画に対してコメントがつきました。お答えしていこうと思うんですけど、ただ非常に重たい話です。くだらない相談でいいですか？はい。僕は高校生で、夏休み前にある商店街のお祭りに好きな子を誘いたいんです、うん、ですが学年でも人気のある子で、もしかしたら他の人にも誘われてるかもしれません、うん、後ろの席の後ろで話しやすいんですが、席の後ろ、周りの目も気になり、うまく誘える自信がありません、うん、お二人ならどうやって誘いますか？なるほど、超青春じゃない。これどうする？くそー、なんでだよこれさ、俺らに聞く？普通にこれ超大丈夫か大丈夫か？あー、これやばくない？これやばいっすよ。これどうしよっか。これどうしたらいいんですかね。じゃあまず、まあそうですね。ただちょっとこれは申し訳ないんだけど、はい、情報が少なすぎる。少ないですけど、でもそれでも答えなきゃいけないですよ。いや、もちろんそれは当然ですよ。まず LINE は知ってるのかい？いや、知ってると思います。これは絶対知ってますよ。席の後ろで話しやすいんですがっていうのはだから席順が後ろにいるってこと？そうですね、ちょうど後ろだから、後ろか女の子が前にいて、だから要するに話せるタイミングがいくらでもあるってことですよ。だけど誘った時にクラス、学年でも人気のある子で、もしかしたら他の人に誘われているかもしれませんってことは、彼氏はいないってことだよね。そうですね。だけどもう目をつけてるやつがいっぱいいるから、誘った時に何々くんと行くのって言われた時の玉砕が怖いのかな、それともそれで気まずくなっちゃうのかな。どうなんですかね。でもこれどう思います？え、何が？もう誘ったもん勝ちだと思うんですけどね。早めがいいよね。そうです。だから俺も誘わなかったら後で本当に後悔すると思いますよ。これイコールみんな行くんですよ。もう高校生でお祭りだなんて、だいたいみんな行くのかな。でもみんなそれぞれ友達と行ったり、彼氏彼女と行ったりとかするんですよ。そうだね。で、もう早めにしないとその子も下手したら友達と予定立てちゃうかもしれないですよ。そうだね。だから女友達と行っちゃう可能性だった。そうです、そうです、そうです。急げ。俺もこの動画を早く上げなきゃダメなんだ。でも言えないのかな。でも言えないんすよ。ちょっともう一回見てもいいですか？夏休み前にある商店街のお祭りに好きな子を誘いたい。だけど学年でも人気のある子で、うん、もしかしたら他の人にも誘われているかもしれません、うん、まあ、席の後ろで話しやすいんですが、うん、周りの目も気になり、うまく誘える自信がありません、うん、どうやって誘いますかと。どうやって誘うかだよね。だからどうやって誘うかですよね。そうそうそう。問題はどうやって誘うかなんですよ。そうそうそう。だから話すタイミングもいくらでもあるし、だからフラッと本気で誘えばいいんでしょ。だからちょっと俺分かったんだけど、僕もあ、マジで、うん、最初はグーじゃんけんほい。じゃあ俺からね。どうぞ。まあ、俺の席はここだよね、はい、で前にその子がいると、小林っつって呼んだと。小林、商店街の祭りあるの知ってる？いや、だってみんな行くじゃん。あー、でもさ、俺行く相手いないじゃん。彼女もいねえしさ、うん、なんかお前も誘ってもさ、なんか友達と行くっつってさ、うん、俺も混ぜろよとか思ったんだけどさ、うん、どうせならさ、なんか女の子とさ、うん、行きたくね。あ、守屋さん空いてる？行かないよね、俺なんかとね、ごめんね。どうこれ？それ、若干同い年に対して言えないっす。どういうこと、どういうこと？なんかその話し方だとだいぶ大人な感じで。あ、そっか、ダメか、28歳出ちゃってるじゃあやってだってわりかし高校生だろ。小林くんの方が年近い。そうです、そうです、そうですえ、高橋さん宿題終わった？え、俺は何役？俺誰？女の子だ。あ、女の子役？宿題？宿題終わった？あ、宿題、まあまあそれなりに。ねえ、俺全然あれ分かんなかったわ。あ、これ本当に夏休み前まで俺結構やべえかもしんないわ。ああ、頑張って。うん、溜め込むと良くないから。いや、だって夏
夏休み前のお祭りあるじゃん、あれぐらい行きたいのに。ああ、あるね。あれ前に結構勉強しないとと思うんだけど、うん、うわー、てかまずあれの行く人も決めないといけないし。あ、そうなんだ、決まってないんだ、うん、そう、ね、誰かともう行ったりとかしちゃってんの、もう決まったりとか。あ、いや、うん、まあそれなりに、なるほどね。いや、もうこれ違いますよ。でも情報を聞き出そうとしてるわけです。そうです。あの、でも何気なく、あの、ふざけ半分。頼れないのかな、ふざけ半分。誰か知り合いに頼れないんじゃないですか。まあそっか、あ、そっかそっか。だから、あの、小箱を、俺がこの子を、ではそういえば何々ちゃんってお祭り誰かと行くのって聞いたら、小箱がすげえ言うんだろうな、きっと。だから LINE で急に、LINE はダメだ。そうです、 LINE で急に、いや、でも LINE でも言ってもいいですけど、 LINE で急に誰と行くのなんて送ったもんには。いや、ダメだダメだ、もうこれダメっすよ。これもうスクショもんですよ、どうせスクショして友達に、うん、なるなるなる。女なんて大体そうだ、いくつになってもそうだ、ね、いくつになってもそうだ。そうです、相談をする可能性がありますよね。誘いたい、できれば、予定がないなら。でもさ、仮にうまく、なんか、そう、要は金婚観光になる前の周り意外と誰もいない、その子が座ってなんか授業の準備してる、今がチャンスだ、聞いた、女の子の友達、何々ちゃんと何々ちゃんと行ってくるよって言われたら、どうすんの。それはそれでいいの、もう諦めちゃうの。どうするんですか。そうね、でもとりあえず誘いたいんだね。だからあれかな、ちょっとだったら、そう、誘い方だよ、誘い方をこの子は聞いてないから。ふざけ半分でいい。いや、じゃあ一緒に行く、一緒に行こうよ、じゃあ一緒に行く、行く、行く、じゃあになっちゃう。じゃあじゃない、じゃあじゃない、じゃあじゃない。行く、行く、行かないよな俺とはね、うん、みたいな、うん、うん、感じで。でもさ、その話に持っていき方だよね。だからそこはまあいくらでもあるんじゃないですか。違うよ、だからそれで、宿題終わったのさっきの手で、なんか遠回しに聞いていくとしようよ。まあ宿題じゃなくてもいいです。お祭りあるの知ってるとか。そうですね。で、なんか行く人とかいるの、うん、いないよ。あ、そうなんだ、じゃあ俺とキンコンカンコンってなっちゃった時には、もう授業中こっそり携帯使って、今小林に誘われたんだけど超キモい、マジうざいってなるかもしれない。いや、そしたらもう終わりないっすわ。終わりないですよ。でも行ったもん勝ちだと思いますよ。そうだね、行ったもん勝ち、本当に。もう誰も決まってなくて、クラスの男の子が先に誘ってそっちと行かれちゃったらもうダメだよね。まあ正直でも、もう高校で振られようが振られまいが、正直あれじゃないですか、伝染するね、感染するね、拡散するね。でも振られるって別に高校の時うわって思うかもしれないですけど、今思うと別にどうでもいい話じゃないですか。でも振られてるわけじゃない。そうですね、ただ行かないだけでしょ。そうです、だったら行った方がいいですよ、うん、そうだね、長い目で見て。でも高校の女とか男とずっと付き合ってるなんて思うなよ。何言ってんだよ。続かねえぞ。しまえよ。何言ってんだよ。もう遠回しに冗談半分で誘ってみて。冗談、まあ、質問していいですか。はい、冗談半分です、はい、言う、はい、OK もらう、これはもう付き合っ、まあ、僕らはそうやるってことですよ、ね、付き合っていいの、付き合っ、踏み込み、俺だったら踏み込むんだよ、踏み込みますよ、踏み込んでいいんだよね。嫌いな相手だったら行きたくない。そうだよ、俺がすっごいジャイ子みたいな子に行こうって言われて、だけど俺は別の静香ちゃんが好きだとしようよ、のび太くんだとして、ジャイ子断るじゃん、うん、で、その子からの誘い、もしくは女子側からの誘いがあるかもしれない、うんうん、だからその好きなんだよね、うん、だから告白して振られるよりも、うん、その場で断られた方がまだ傷が浅いと思いません、うん、ちょっとマイナスな話して申し訳ないんだけど、だよね、付き合うか付き合わないかの話じゃないんじゃないですか。え、もう飛び級で僕ら結構今飛んでますよ、ね、あ、そう、うん、まあちょっとでもフランクに行った方がいいですよね。そんな、だからまずとりあえず告白するようなトーンでやったらきついっすね。まず1日の中で席を立っちゃダメだ、まず
トイレも我慢しろ。いやそれは違う違う、だってもしその子が前の席だか後ろの席だか知らないけど、トイレ行くって言った時に男はその席座って、ねえ何々ちゃん祭りあるの知ってる行かないなんてなっちゃったら、帰ってきた瞬間にもう悲劇でしょ。だったらもうその子にマンマークでついて、さすがに飯とかねの時は移動されるだろうからあれだけど、1日2日その子の様子見て、だって夏休み前にあるお祭りが多分今年初じゃないでしょ、毎年あるわけでしょ、ってことは毎年のイベントなわけだよ。そうですね。だったらもうそろそろこの子が相談してきたように周りはチヤホヤしてるわけだ。そうですね、うん、だからその子の動向を伺って耳立てて女子トークとか聞いて、誰と行く誘われたみたいな、なんかそういう話を聞きながら、うん、うまくまあデイフリーになってみて。そうだ、だってもし仮にさ、うん、そこの前の席でさ、うん、女子が騒いでるとしようよ、はい、何々ちゃん誰と行くの、マジ、小林はっつって後ろに座ってたら振られるかもしれない、その話。そしたらもう、いや俺いないんだよ、そうですね、何々ちゃん一緒に行かない、嫌だよね俺なんかね、ごめんね寝るわっつって、逆に誘ってくれるかもしれないですよ。いや俺行く人いないよ。でどうする、そのグループにジャイコいたら、お前は嫌だって言いますよ。でも そうするとその好きな子から、小林くんひどーい、いやいやそれは、それは、あ、じゃあ逆になんか話振られたら、出た俺誘う気でしょ、いいよウェルカムだよって、そういうこと、何々ちゃんなら特に OK だよ、すごいポジティバーだね。そうですね。難しいなこれ。むずいな、むずいけどもう結構話しちゃってるから、もうとりあえず誘おう。誘いましょう。答えになってないけど。答えになってない。だけど誘おう。これは難しいけど、ちょっとふざけ半分でふざけたり、なふざけてるだけじゃねえか。まあ、誘ったり。この子が元からふざけてる子かどうか。そうなんですよ。そこが僕もずっと問題だと思ってて。だから。だったら話してる時に聞いちゃうのもありじゃない？でもし一緒に行けなくなって誰々と行くんだって言われたら、もうそのお祭り会場行ってもうその子に告っちゃえばいいんだよ。だってそしたら夏休み前のお祭りでしょ？だから告った後に夏休み入っちゃえば気まずくないじゃん。いや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 、なんだその花火誘う誘わないって。花火じゃねえ、商店街のお祭りだ。花火あんのかな、わかんないですけど、なんかいいなそれね、誘われてえわ、来たな、なんならね、俺を誘ってくれてもいい。うん、もうなんか多分高校生のうちだけじゃないですか、こうやってコソ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 やれるのって。そう思いません？でもなんかね、そこでその子たちが歩いてると周りが、え、あれ何組の何々と何々じゃない？そういう風になるのもその時だけっすよ。いいなぁ、思い出だな。頑張って頑張って、うん、あどうやさ、どうしどうしネタ待ってます、すいません、全然力になれないんで、じゃあどうしどうし待ってます。まあちゃんと答えれるか分かりませんけどね。答えません、答えねえのか。